おはようございます、こんばんは、バリューです。さあ今日もウォールボット皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はね、もう新しい、アップデート 10.3 が来ましたんで、いろんな環境が変わりました。でいろんなこと紹介したいんだけど、今日は まずやっぱりマウラーだね。このマウラーをちょっと紹介するっていうか、もうちょっとね今かなりぶっ壊れちゃってるので、早いとこナーフ来そうな感じなんでね、今のぶっ壊れてる状態をまあちょっと軽く紹介だけしとこうかなって、そんな感じになってます。もうクリエイタープログラム参加の人たちには配られましたんで、一応完走しましたってとこですね。ニーナのアビリティはそのダークライトってあのさクローズねに、のこのラッシュ効果を、付与さします。でこの弱体化の弱体するのね、そういう効果もあれに付与されるので、敵サビにあの回復しづらくなります。で、サビなので結構ねダメージも入りやすくなりますね。でタイタンの最大移動速度が上がります。これ速度上がります、うん、これがね結構 10% 大きいですね。で、フックアビリティ、これあのダッシュですね。ダッシュがかかった時にDOT の効果が一つの除去されます。まあこれ大したことないかな、まあそんな感じですね。その他はまあちょっといろんな特化引っかいちょっとやってみて、ちょっとお金散財しましたけれど、今のところこれが私の中ではベスト回だね。ディフェンスエキスパートに慎重なパイロット、ロードホック、アーマーエキスパート、タイタンスレイヤー、ディフェンスエキスパート、これさのさのあれね、セカンダリーの方ね。で、オプショニストに強固なウォリアーに、頑固なロードホーク、頑固なガーディアン、こういう感じで今あれしてますね。足に振ってて割とこう速度が出るのと合わせて、防御振りにしてます。防御振り、うん、この子の特徴はダッシュね、フックってやつなんだけれど、ダッシュ使った後を、敵から受ける攻撃を DOT の、毒ダメージに変えてじわじわと効く感じなので、おちょこちみたいな戦い方になるんですね。なんでダッシュした後って硬いです、かなり硬いです。だけどダッシュが切れ、ある一定時間切れると柔らかくなっちゃうので、その時にまあいろんな、防御ポイントで稼いでますって感じなのね。で特にさ、敵一体破壊することにさ150の防御ポイント5秒間有効になる、これが結構発動します。で体力がまあなかなかね30倍以下にならなかなかなかならないんだけど、これで100発動するでしょ。でアビリティ発動すると50使ってたり、敵があれすると 40DP 強い、なんやかんや言いながらさ 200DP ぐらい使ってるので、もうね、70% ぐらい平気でダメージカットしてきます。それにさっき言ったようにフックでね DOT のやつの、毒ダメージに変えていくみたいな形ですね。かなり硬いですね。であっという間にその間に、モジュールがたまります。リペアダブルのカニバル2のダブルで積んでるので、あっという間にもう本当にねタイタン戦だけでこれでかなりのタイタンやれますね。もうなんかね普通になんだろうな、ちょっと距離取ったりとかさ、ディスコーディア受けたりとかさ、まあ、何やってもまあこの子の体力って減らないねっていうのが現状なので、ちょっとぶっ壊れ感満載ですよ。で唯一この子に対抗しうるのはアビリティ切れ際にエッフェルの、にその毒ショットが5本積みでやった時にワンパンで消えてきましたけれど、あれすごかったねやられたけど一瞬で消えて吹っ飛んできましたけれど、そうじゃなかったらまあなかなか強いね。であとね、どれぐらいダメージ出るのってのちょっとさ、みんな簡単に紹介しておくとさ、アルファ武器が7万8000ね、これ全部で6発出るので、フル装填で6発出るので、パン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 って6発出るので、7万8000のベータが5万2000なのね。だから、約1発あたり18万ぐらいダメージが出るのが6発出ますから、全部で108万ダメージぐらい打ち切りで108万。もちろんこの子結構拡散率高いので、かなり至近に寄ってないとダメですね。
なので、100メートル以内に寄ってること前提ですけれど、それでもね、フルヒットすれば108ダメージで、さっき言ったようにカニバルでタイタン相手に、40%40% アップしてるでしょ。あ、これ間違えちゃう。カニバルが、タイタン相手に 40% アップだから、これ 40% アップなので、これ 40% アップでしょ。で2つ80でしょ。で、この放射能のさ、このアビリティが確かデスマーク 50% アップだったと思うんだよな。ちょっとごめん、間違ったらごめんね。 50% アップだったと思うので、だとするとさ、40、40、130アップだじゃない。ほぼほぼ倍なんだよ。だから打ち切りで大約200万ダメージぐらい出るので、まあよほどリフレクターとか貼ってない限りほぼほぼダメだね、そういう感じの強さなので、ちょっとぶっ壊れてますこの子で。近く寄らないような戦い方をしないと勝てないんだけれど、まあダッシュでがあってさ、割と機動力もあって、近く寄らないでってなかなか難しいんだよねこの子。なんでまあ強いかな、強すぎるかなっていうのが正直な感想ですね。適当に操っててもかなり強いので、いやー、ライブサーバー来てこんなに強いと思わなかったね。で、もう、韓国のあそこらのクランはみんなこれ入れてるので、まあやっぱ強いよ、っていうのが、現状だと思います。まあ、ということでね、今日は2戦、チョイスしてますけれど、まあ、ちょっと、初見と言いながら10戦ぐらいした中の2戦なので、まあ、まだまだ、動き方ぎこちないところもありますけれど、まあ、それでもこんだけ強いですというところは見せれると思いますのでね、皆さん最後までお付き合いいただければと思います。それからです、今日は、ギバウェイウィナーありますので、エントリーしてくれたら最後までお付き合いいただければと思います。それではいきます、よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあって、おあ、アビスじゃねえな、これなんだっけ、あ、グラウンドゼロだ、ここ引きましたね。初手ね、バグリオーレで出てきますね。この子新しい電波、あのなんだっけ、二次元のさ、あの初音ミクだっけ、あれあの子っぽい、あの電波もう積んでますね、もう完走してますけど、ちょっと適当に育ててはいるけれど、結構ね強い。あのアビリティ使ってると、あのあれ時に回復するので 45% すげえ回復するので、回復になってるからさ、まあ強いでしょ。まあでも強いって言っても、あのビリビリ君のさ、あの至近距離攻撃食らっちゃったりするとね、やっぱりちょっと勝てなかったりするな。これはサプレッション入ってたから、見てもこれぐらいの速度で溶けてきますよ。これ結構足振りにしてこれだからね足が遅いのはこれちょっとたまに傷だよ。ラストスター出た、なんか調子込んでる、ちょっと足を押さえうまいか。そしてもうトライフィーターでいってみるぞ。バグリオールやっぱり足ないからさ、あんまり僻地っていうかさ、隅っこの方歩いてっちゃったらダメだね。先日動画で上げたけど強いからね。あー出てきたね、マウラもうなんかさ、マウラ使ってる子すごい多いの。やっぱなんだろうな、今なんだろう、みんなさ、なんかお金使うの、もうガンガンお金使って新しい機体揃えてくるけどさ、結構マウラこれ揃えてもナーフされると思うぞこれまだ 2,3 戦しかやってないけどさ、2,3 戦超強いんだもん。何してくれてるよ。そして君をやっていく。マウラちょっとさ強すぎてさ、これ絶対ナーフかかるこれ。ちょっとねやべえこいつの強さ、ね、ちょっと、2,3 戦しただけでもさ強さすげえ、もう肌で感じるぐらい強い。適当でやっても強いかな。
これバグるようにつながってる。新しい電波にして指摘してからすげえ強い。そして君をキルしていくぞ。まあこの子の、新しい電波のさ、バグリオーレのさ、この子の動画もそのうち作りますよ、うん、なんか後ろ来たんだな。うまい。マウラーの、よいしょ。そしてチキンマリオ、まあ、もうこれぐらいでねやられても全然余裕、ワンパンス。今みたいにさ、ダッシュした後ってあの DOT に、ダメージ変換されるのでほぼほぼ無敵だから、なんであのピタッと寄ってもね全然問題ないですね。よし、そして流れたんですよ、うん、見てこれタイタンワンパンショこれ。もういらっしゃい。あとね、マウラこれ、ね、この身長低いじゃない、当たんないんだよね。リフレクター貼ったら、あ、ちょっと大丈夫で、後ろ のパスが超強い。そしてダッシュしながら、あー、これなんだよ、いい感じで、あー、ミリったか、くそ。あの後ろ あの子絶対やるからな、あのパスパン。安心してたら今ダッシュで行くからそっち。そしてワンパンで沈めていくぞ。なめんなお前。いや、やっぱ強いよこれ。もう見ない、ディスコーディアってね、あのもう集中攻撃受けてもさ、今ダッシュしてこの間ほぼほぼ無敵だから、全然痛くも痒くもないんだよね。ダッシュさえできればさ全然 OK。ちょっとダッシュするんでさ、クール時間10秒だっけな、まあ結構長いのは長いんだけど、それでもさ、あのダッシュってさ、あのその移動手段というよりも敵の攻撃をあのダメージカットするのに使うんだよね、このマウラーの特徴って。それね、あのダッシュした後はさ、攻撃してもさダメージ通らないって覚えておいた方がいいよ。すげえダメージ通らねえから。なんでこのディスコーディアの時代は終わった気がするな。距離取ってもね、あの火炎とかはね割とねまだ刺さる。まあでもね、さっきも言ったけどダッシュかますからさ、全然もうやばくなったらダッシュするから、もうダッシュしたら ほぼほぼで、今もう アンプとか見たの全然減らないっしょ、これ。これさ、絶対にアップくるよ、これ。ほぼほぼ無理ゲーなぐらい強いから。ジジです。ちょっと味方にマウラー、私ともう一人いたからさ、はい、ちょっとかわいそうだったね。1000万、ジジです。14キル6ビーコンだね。抜けがいようがいまいが関係ないが、こんな感じでしたね。という感じで、マウラはほぼほぼ初見ですけれど、こんな感じで強いですね。ちょっ と,、もう一度見ていきましょうか。それではいきます、よろしく、どうぞ。さあやっていくぞ、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあてと、おお、バレーを引きました。初手はねビリビリキュウリですね。ちょっと、ね、編成変えましたね。マウラーがちょっとねぶっ壊れてるので、マウラーなるべく早く出すに限るっていう感じなので、今ビリビリ中心の、ちょっと何でもないこっち行っちゃうよ。ビリビリ中心の編成変えましたね。その方がタイタンゲージ溜まるの早いんで、足を止めながら、もう今もうこれね、格好のタイタンゲージを溜めさせてくれる格好のアイテムだから、君アイテムだから、硬いかもしれないけど。そしてキルをいただいていく。なんかね、やっぱりビリビリ君っていうかさ、ビリビリキュウリーが復権したよ、うん、あ
のおちょこちでさ、もうラプターをさノックバックで吹っ飛ばすっていうのも今もう定番だけれど、うん、ビリビリキュウリーが結構ね効くよ。この子効くよ。消えて逃げるタイプか。でもそれだとビーコン取れないから、ね、無視してるよ、ね、ビーコン取るかビーコンから離れてってさ、なんだよ、そういう戦い方したら絶対勝てない。よしよしよし、君を今頃戻ってきた。よし、そしてなんか背中が痛えな。あ、痛い。何だこの野郎。お前がビリビリだ、俺もビリビリだからな。タイタンゲージ止めるのがもう最優先だからいいよ、ここの敵陣のここに、あのさっき見えてたろうか。あ、ちょっとなんかもっと早くドスコイしたかったんだけどあー、弾切れかよ。消えるのかめんどくせえ、もう超めんどくせえわ。でまた逃げていくんだろ、まあ、いいのかな。なんだよこいつ、お前か。なんか俺をこのなんかノックバックで押し付けてた。絶対やるから。みんなさ、俺しか見てないけどさ、周りもちょっと見ろよお前。あの子大丈夫、いいよいいよ、はいはいはい、もうそこ着地してくれ。今そこマブラで突っ込んでるからお前、なめんなよお前よし、そして貴様はダークライトでワンパンじゃんお前なめんなよお前まあおちょこちはさ、あれだよ、アビリティの最中はマブラーと一緒で割と強いんだよね。あ、うざいな。よしよしよし、ああ、よし、この子着地際やんだよ。よいしょ、よし、もう一発来い。ああ、なんかあれや、生き延びやんくそっ大丈夫ですよ、ちょっと距離取っておく。聞いた方がいいぞ聞いた方がいいぞってアイドバス送ってあげたのに。よし、そしてダークライトで潰していく。もう来た、もう来た、もう来た。でも一回ちょっと距離取らせてもらうか。うざいなこの子、ちょっと今うざいなこの子みたいな、舐めてんのかお前。お前なんかもうガンチーないっつうの。タイタンスレイヤーいただいていく。いや、見ての通り全然痛くも痒くもねえっす。なんか後ろでそうさっから粘着してくれちゃうぜえなったよ。あのタイタンをやらないと。あの子、あ、もうちょっと出してほしいな。あっち逃げていきそう。すげえ調子こいてる。真ん中入っていきたい。ああ、間違えちゃった。ボタン。まだメインアビリティとさ、セカンダリアビリティとさ、間違えた。いきなりダークライト使っちゃったやん。ダークライトのあの黒い渦はね、半径 200m なので、 200m より離れれば大丈夫ですよ。ただし 200m あの黒いやつの中に入っちゃうと、デスマークと、スローダウンとあとラッシュね、サビ効果3つかかりますんで注意してくださいね。デスマーク確か 50% アップだったと思うんだよね。
すげえ瞬間火力すげえんだよ。そうなんだよ。注意してください。着地際に吹っ飛んでいく。そこからグライダージャンプで飛んでいく。そして君のスローダー、そしてタイタンスレイヤーいただいていく。あ、なんか味方にも他にもいるね。バン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 。もうあのなんだろうな、この子使ってもう10戦ぐらいは多分してると思うんですけれど、あのね、その硬いっていう、あ、間違えた。どうすればさ硬くなれるかとかさ、そういうなんかタイミングはなんとなくもう掴んじゃったので、そのあたりはなんかこう少し乗り慣れてきたなって感じはしますね。さあリザルト見ていきましょうか。見ての通り強いのでどうすんだろうって感じだね。あ、なんだよもう、ちょっとうざいな。あー、うざい。1500万、12キル5ビーコン、ジジイです。いや、見ての通りなので、どう防いでくださいって。これマウラー対マウラーの戦いでも、あのこれもうマウラー対マウラーだとね、後出しじゃんけんなんですね、やっぱり。なんで周りをよく見ながら戦わないと、中央にいきなり中央を空いてね、戦えるような機体では確かにないんですけれど、まあ、少し端っこから湧いてダッシュ使いながらじりじりと寄った方がいいね。そんな感じの戦い方で、まあ適当に戦っててもこれだからね。いかがだったですかね。まあちょっとあの初見なので細かなテクニックとか注意点とかってね、なかなかお伝えできないんですけれど、まああのもうちょっと使い込んでみたら、皆さんになんかこう、お伝えできると思いますんでね、また改めまして、動画と作りたいと思います。じゃあこの後ね、ギブアウェイウィーナー、ありますんで、エントリーしてくれた方最後までお付き合いください。それではいきます。よろしくどうぞ。はい、それでは早速ですけれど、ギブアウェイウィーナー、取っていきたいと思います。今日の抽選は、今画面に映ってるこの子だね、ソーラ、これを3名の方にプレゼント、そういう企画になってます。今回はね、プレイヤー ID のみ書いていただければエントリー完了ということで、まあたくさんでもなかったんですけど、エントリーしてくれた方ありがとうございますね。全部ね100かな、100コメントをいただきましたんでありがとうございます。早速ですけどですね、3人、引いていきたいと思います。1人目いくぞ、せーの、カモン。よっこいしょ、来たね。マーさんね。マーさんね。ソーラー当たりましたんでね。有効活用くださいと言ってもね、使い道ないと思いますけどね。コレクションしてください。お送りします。おめでとうございました。じゃあ、2人目いこうか。2人目。せーの、カモン。よっこいしょ、来たね。お願いします。お願いされました、ユーザーさん。このね、宇宙飛行士、なんか一回見たことあるような気がするね。2度目かな。ソーラー当たりましたんでね、コレクションしてください。ありがとうございました。じゃあ最後、ラストいくね。もう淡々といこうね。もらってもしょうがないから。さあ行くぞ、せーの、カモン。よっこいしょ、来たね。西祖さん、西祖さんって読むのかな、わかんないけどね。ユーザーさんね、当たりましたんでね、一つお送りします。コレクションしてください。おめでとうございました。ということでね、3名さん、マさんにね、ユーザーさんに、西祖さんかな、西祖さんかな、以上3名の方、改めましておめでとうございました。ということで、今回のギブアウェイアップテ 10.2 の、ギブアウェイ終わりましたけれど、今週末から 10.3 の、やつが来ますが、まあマウラーが当たるってことは多分ないと思うんですけど、今マウラーはね、なんだっけ外国の、YouTube の、なんだ、YouTube じゃないや、なんかそういうコミュニティサイトあるんじゃない、あそこで、応募してるよね。フクロウさんが動画で、紹介動画上げてましたんで、マウラー強いので、ぜひともねエントリーしてみてください。はい、ということで、3名の方おめでとうございました。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃあねー、またねー、じゃあねー。